草地の口癖、そう言ってもらえると嬉しい。草地の人柄がにじみ出てる。お前ふざけんな、俺は暴言がアイデンティティなんだよ。いつもクソガヤゴミキッズとか言ってんじゃん。だからさ、草地の口癖はクソガヤゴミキッズって言ってくれな。今度からそうしろよ。そう言ってもらえると嬉しい。黄色だらけバカタレかお前は。おちょっと無理ゲーすぎんだろ。これずっとここで挟まれて終わりだ。上に行けたけど、じゃあ右に行きたいんですけど、しかも時間が10秒しかないけど、もう敵だ。適当にボタン押しとけ。おらーおらーおらー、何も変わんないやっけ。みんなこれさ、しょっぱなさ、ここの隙間、よーし完璧に来たけど、結局さっきと変わんない。ちょっと待って、あとは何、どうにかなってくれ。おらーくっさー、こっから入るはとりあえず合ってると思うんだよね。この後どう攻めるかよ。あの上に行く作戦は、いや、これ、あえてさ、しゃがんでこうやってれば勝手に行けるとかではないです。ごめんなさーい。なーにはすればいいんですかね、こっからね。ちょっとこうなったところで、下でも絶対無理ださ、上からも行くことはできないしさ。どうしようとね。あとは何をすればいいんだ。あ、やっぱりここ、シュインシュイン作戦。あ、このシュインシュイン作戦使えそうじゃね。一回ね、ここの隙間入り込んじゃってから、もう一回この隙間入って、あとなんか、バグる！とにかくバグる！あ、バグった！ありがとう！草人チャンネル、地面についてはいけない壁登り、一回地面から離れたら着地台でゴールということでやっていきたいと思いますが、どんな感じのコースなのでございましょうか。なるほど、やらしいでございますな。なグヘヘコースじゃねえかな。完全にやらしいグヘヘコースじゃねえか。こういう感じで雲の階なんとか、オッケーオッケー、着地せずに進んでいき的な感じで、ちょ、さすげろって。本当にやらしいコース作るなんて確実に中学生、この制作者。やらしいんだけど変態さがないでしょ、まだまだ。まだなんか、純粋ムックな感じの、やらしさにムックの感じが残ってるから、あ、はぁー、怖いですな。え、これ何？あー、なるほど。そういうことか、そういうことか。あー、なるほどね。なんかちょっとやらしい感じで言っちゃった。ごめんなさい。なんだかな、この土管難しくねえか。はい、あ、危なかったよ。あー、このとかね、勢いのままいけば、いけるじゃねえか。もう天才草人見しちまったじゃねえか。みんなそうなの。草人ってね、土管入んのがクソ苦手なんでございます。多分ね、草人チャンネルいつも見てくれてる人はわかると思うけど、めちゃくちゃ下手くそ。実況者一下手くそ。草人チャンネル、一面左を向いたら即終了コース行ってみよう。左を向いたら即終了コースとかなんだけども、コインが左にあるやんけー。ってことで、左入力しても左を向かないある方法がございますね。これね、ジャンプした瞬間にすぐ左を押して、着地の手前で右を押すことによって、なんとかこうやってね、左に行きながらも左を向かずに移動できるんだよね。ただね、これ結構難しいんだよね。ある、結構テクニックがいるんだけど、慣れてくれば、このぐらいの、上に余裕があれば簡単にいけるんだけど、問題はここよ。これ絶対無理だろ。だってさ、これちょっとね、赤コイン取るためには右に行かなきゃいけないんだけどさ、左戻ろうとしてもこの隙間がないんだよ。さっきみたいに天井がね、相手にあるからさ、この、わずか2ミリぐらいの間に、ジャンプ左入力、右に入力、着地をしなきゃいけない。無理じゃないそれね。絶対無理、ほら無理だって。みんなこの鬼畜さ伝わる、このマリオがジャンプしてる 0.01 秒ぐらいの間に左右入力を着地する前に入れなきゃいけないんだよ。何言ってんか分かる、ほら絶対無理なんだって。みんなちょっとカットしたんだけど、20回ぐらいやってね、ようやくコツつかみました。ほら、できたでしょ？わずかだよ、ほんと一回成功するだけでも難しいのよ。それでもわずかしか動かないんだけどさ。はい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 、よし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 、うわ、えぐいな。ちょっと待って、無理だって。はい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 、おー、みんな行くぞー。はい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 、あー、もう、むずすぎるー。これはもうね、勢いに任せ。はい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 、よーし来た、最後見せんな。よかった、もう無理、めちゃくちゃ難しかったんですけど、これで終わりだよな。はい、ありがとう、センキュー。草人チャンネル、何このコース、ガラオケ落ち込め、行け風のごとく、魔界の剣士をパチンコネタ。はじめて、ガラオケ落ち込むコースやっていきたいと思います。リンクのマンホールか、とりあえず扉に入りますって、どういうことなんだろう。うわー、そういうことだ。ガラオケ落ち込めって、そういうことだ。こうやって剣で落ち込めながら進んでいくとクリアできる的な感じのコースってことだ。余計な仮面来たんですけど、やったやったやった、俺が、みんな思ったんだけど、このさ、鍵通んねえ方がいいのか。そうすると、仮面ちゃんが出てこないです。
か、こういう感じで避けてきゃ、でででででででこいつ急に加速したりするからめちゃくちゃ難しいんですけど、やばい、亀ちゃん来る、亀ちゃん来たんです、亀ちゃん危ない、亀ちゃん危ない、亀ちゃん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 、鍵取らずに進むのめちゃくちゃ難しくねえか、微調整の肉さじ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 じゃねえよ、余計打ち出せて、あとは鍵はじゃあいつ避けろ、あ、怖い怖い、やめて、やめてくださいちょっと、鍵関係なくなーい。みんなちょっとさ、俺さ、不安に思ったことが一つありますね。ちょ、もう一回最後までなんとか言ってみるか。みんなも多分気づいた人は気づいてると思うんだよね。いや、取っちまっていいよ、取っちまっていいよ。最後の方に行っていけばね、その真相だけ明らかにすればいいから。オッケーオッケー、いやいや、ほらこれ絶対リンク状態のままこの隙間入るの無理すぎねえか。はい、ということで、詳しく見てみたいと思います。投稿者隠しありますなぁ、なんかゴールの上に扉あるぞ、どこだあの扉どっか、いやでもね、ベストタイムが3秒ってことはもうスタートしてすぐに扉あると思うんだよな、大体わかった。投稿者隠しあること分かったんだけど、ベストタイムが3秒ってことはもう本当にね、ソード取ってすぐじゃないとありえないから、多分ね、こっちの扉入らないと思うんだよ。一つとしてはこの隙間とかに扉があると思ったけど、そんな扉が入るようなね、スペースがねえから、おそらくソード取った後に、ここの砲台とかに、ほら、もう完璧じゃねえか、天才草地じゃねえか、バカだ。がここに入ったら多分ね、ゴールの真上に来るのができて、はい、ゴールありがとう。お前ふざけんなマジでよ、大体分かった、これさ、そうだね、下突きしていけば多分タイミング的に間に合う的な感じなんだよな。これすぐに下突きお願いします。あよあし見たかバカ、誰がもうこんな投稿者隠し落ちすんじゃねえぞ。いやでもね、このコースアイディアとしては素晴らしかったよね。最後のところの一番の問題さえなければね、普通に両コースだったと思うんだよね。ダメー、サージンチャンネル。ゴールがないスピードランってことだけど、マリオ3でゴールがないスピードラン初めてじゃね。ゴールが存在しないスピードランってことなんだけど、一つ不思議思うことがあってさ、マリオ3なんだよね。マリオ3スキンってさ、あんまりないんだよね。なんでかっていうとね、これね、特別な理由があってさ、マリオ3でゴールが浮いてるんだよね。だから隠しきれないというかさ、隠しづらくって、だからね、ゴールが存在しないスピードランには向いてないんだよ。なのにマリオ3でやってるってことは、それなりに、しかもクリア率がね、めちゃくちゃ 0.36% だっけ？めちゃくちゃ低かったから、ちょっと待って、屋根を貸する。これで終わり？え、嘘？マジ？今までのところでゴールあった？え、どこ？裏面があんな感じってことはね、裏面まで行く必要がそもそもねえと思うんだよね。だからね、表面のあの途中までのどっかにもうゴールがあるはずなんだよ。ってことはよ、扉があるか、土管じゃなくて扉がどっかに隠しであるか、もしくは怪しいなと思ったのが、あそこ、この後の、ここだけど、いやー、この途中でさ、この辺にボムちゃんがいたとして、ピースイッチもしくは、フラワーアイテム系か、オフブロックか。いや、でもなくないか、今までのところで。いや、ごめん、ちょっと一回詳しく見る、見させてもらうわ。詳しく見る、見たとして、オフブロックがあんな。いや、これオフブロック、え、ドッスンの下だよね。え、でも切り替えらんなくね？とりあえずオフブロックをもう一回押して、それでオフブロックを切り替えることによって、ボムちゃんを爆発させて、あの木の壁を壊してゴールするっていうことは分かったんだけど、どうやってそもそもオフブロックを発動させるかだよね。他にないと思うんだけどな。やっぱりあそこドッスンのとこ？ここさ、もう帰ることができねえじゃん。もうこっち側に行くことはできないからさ、このドッスンの下にあるオフブロック押せねえんだよね。あ、ちょっと待って、このあれか、雪玉だからこういう、ちょっと待って、わからな、だからこういう感じになってんのか。最初の3玉だけなんか、あれ、優しくな、パックラワーがいない状態になってんのは、これで、投げれば、反応する的な感じ？反応しなくなーい。そもそもさ、雪玉って、上に置かれた状態だと反応しないよね。こうやって投げたところ、ほら、こうやって転がっちまうじゃん。あ、側面に当てんの？あとは微調整じゃないか。でもね、これ多分ね、普通にこうやって投げただけじゃ絶対側面に当たらないと思うんだよね。こんだけクリア率が低いってことはね、ある特殊な方法でやんなきゃオフブロック反応しないと思うんだけどさ、普通にこっから投げちゃうだけだと、行き過ぎちゃうから、置いて蹴る作戦どう？これで行くと、逆に飛距離足んねえのか。みんななんとなく分かった気がする。これさ、雪玉をギリギリに置いてそれで蹴っちまえば、多分側面に届く的な感じなんじゃね。もっとギリギリ、もっと攻めよう、もっと攻めよう。これよりももっと、もうちょっと、こんくらいで置く。来たー！これで、ほら！オッケー、これで頼む！はーい、完璧天才草地でございます。あとは普通にこうやってって行きゃいいんだよな。待って待って待って、うわー。ちょっと待って、ちょっと待って、こんくらいな、こんくらい。はーい、ありがとう！ペペ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 ペ